はいどうも皆さんこんにちはです。今回もですねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで本日は1月10日の水曜日ということで、いよいよ明日の木曜日にですね特大イベントの配信が決定されておりますので、今回はですね皆さんにそちらを紹介していきたいと思います。ですので絶対に見逃すことのないようにねしていただきたいので、ぜひ今回の動画も最後までご覧いただきたいと思います。さあではね早速本題に入っていきたいんですが、なんと明日1月11日の23時ですね、夜の11時に皆さんお待ちかねの DLC 第3弾番外編が配信されます。いやーいよいよ来ましたねこの時が。もう楽しみにねずっと待っていた方も多いと思うんですが、まあ実はですねこの番外編を始めるためには条件が2つありまして、そちらをですねもう一度皆さんと一緒におさらいしていきたいと思います。はい、それがこちらですね。公式から発表されてある通り、ゼロの秘宝番外編を遊ぶためには以下をクリアしておいてくださいと書かれてあります。一つ目はポケモン SV のエンディング後に遊べるイベントですね。これはつまり本編のザ・ホームウェイをクリアした後にジムリーダーと再戦できて、で再戦を全て終わった後に学校最強大会をクリアする必要があるということだと思います。まあちょっとジムリーダーのね再戦がめちゃくちゃめんどくさいんですけども、もしね終わってない方は今のうちに終わらせておいてくださいと。でもう一つはですねゼロの秘宝の前編緑の仮面と後編青の円盤の両方のメインストーリーをクリアしておきましょうと書かれてあります。ですので青の円盤でねテラパゴスを捕まえるところまでは絶対にねやっておかないと番外編が遊べませんので、そこはね気をつけてください。でさらにねもう一つ注意点がありまして、今回の番外編の舞台となるのは北上の里ですよね。でまあペパーとかネモボタンたちと4人でね一緒に冒険するということが決まっておりまして、で主役のポケモンとしては桃の形をしたポケモンですね。まあおそらく幻ポケモンの枠になると思うんですけども、そのポケモンと戦うということはもう確定しております。ですけどもこの番外編ではこの桃ポケモンと戦うだけではなく、それ以外にもポケモンバトルをしないといけない可能性が非常に高いです。でもほぼ確実にですねこの番外編で出される敵のポケモンですねはレベル75から80代以上ぐらいまでになると思いますので、まあ、高レベルのポケモンバトルを予想してこちらもねポケモン育成をやっておきましょう。まあえてね難易度の高い状態で戦いたいという方はレベル80とか90で抑えておくのがいいかもしれないんですけども、やっぱりねちょっと苦戦してなかなか倒せそうにないのが嫌だという方はレベル100まで上げておきましょう。でね努力値とかも上げておいた方がいいと思います。でしかもですね今回の番外編でのポケモンバトルもおそらくダブルバトルが多いのではないかというふうに言われておりますので、もし余裕のある方はダブルバトルを前提にねちょっと戦略とかを考えて育成した方がいいと思います。まあちょっとさすがにね相手がどんなポケモンを出してくるかまでは分かりませんので、一応どんなタイプのポケモンを出してこられても対応できるようにいろんなタイプのポケモンを育成しておくというのがおすすめです。まあ一応ですね今回の主役ポケモンの桃のポケモンはもう見た目がねどう見ても毒タイプが入っているというふうに思いますので、やはりおすすめとしては一番は地面タイプのポケモンですねをまず先に育成しておくのがおすすめです。まあ例えばドオーとかグライオン、あとはフライゴンなんかも地面タイプでね結構強いポケモンになってくるので、毒タイプの対策としてこういったねポケモンを育成しておいた方がいいと思います。あとはまあ定番なポケモンとしては格闘タイプとして、まあ、鉄のカイナであったり、まあ、氷タイプでねパオジアン連れてきたりとか、あとは悪タイプのサポーターとしても活躍するブラッキーなんかを育成しておくといいんじゃないかと思います。でちょっとさすがにね今回の動画ではネタバレの情報はね一切含めないようにしてるんですけども、実はこの桃のポケモンの名前であったりとかタイプですね、あと特性や専用技なんかは全て今の段階で判明しております。でねその判明したネタバレ情報を一つの動画でね以前に紹介
開していますので、もしねちょっとガチガチにこのモモポケモンの対策をしておきたいという方は、そちらの動画のリンクをですね概要欄に貼っておきますので、ぜひねそちらチェックしてみてください。で今回ね配信されるのは番外編となっておりますので、気になるのはボリュームですよね。ストーリー内容がどれだけあるのかというところが気になると思うんですけども、やっぱりね前編とか後編に比べてかなりですねボリュームが小さいということはほとんどね間違いないと思います。やっぱり北上の里っていうのは一回冒険したことがある場所ですので、ほぼね全ての場所行き尽くしていると思います。でその中で新たに冒険するってなると、やっぱりねちょっと内容としては小さいものになるかなと思いますので、まあ、全力でクリアしようと思ったらだいたい1時間もかからないうちに終わるんじゃないかなというふうには考えております。で一応今回のね配信の時間が23時とめちゃくちゃ遅いんですよね。夜の11時からとなっているんですけども、まあ、おそらくね1時間かからずに終わるんじゃないかなということを考えると、まあ、12時とか、まあ、1時までにはコンプリートできるんじゃないかというふうに思います。まあ、前回のね青の円盤ですよね、後編自体もそこまでストーリーが長くなかったというか、内容がそこまで濃くなかったというふうに思いますので、まあ、全力でクリアしようと思ったら3時間とか、まあ、かからんのかなというぐらいのボリュームですので、おそらく、まあ、今回の番外編はそれよりもさらにね内容がちっちゃくなるんじゃないかなと思います。ですがやっぱりねちょっとクリアするためにいろいろ頑張ってたら、まあ、12時はねまたいじゃうんじゃないかなと思いますので、配信が開始される夜の11時までにできるのであれば仮眠をね取っておいて、体調に無理のない程度にね番外編をクリアするようにしておいた方がいいんじゃないかと思います。ぜひね皆さんも体調には気をつけてくださいということで、今回はですね番外編がいよいよ明日開始されるということをお伝えしてきました。まあいよいよね皆さんお待ちかねの桃のポケモンと戦える時が来るということで、ぜひね一緒に楽しんでいきましょう。まあこのチャンネルではねこんな感じの最新情報であったりとか、見逃せない注目イベント情報なんかをどんどんね紹介していきますので、ぜひですねポケモン好きな方は今のうちにチャンネル登録をしていただいて、まあ、最新の情報がねすぐにチェックできるようにしておいていただけたらと思います。そしてね明日の番外編が楽しみだという方は、ぜひねこの動画に高評価を押して教えてください。ぜひねよろしくお願いします。ではですね今回の動画はこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.